石田でございます。今日もですね、ちょっと妄想系の動画になるんですけども、エコーガイド化腰椎神経根ブロックのその変法についてちょっと妄想していきたいと思います。で、その腰椎神経根ブロック皆さんあのおそらく多くの皆さんがそのエコーガイド化でやりたいなという風に感じてらっしゃるんじゃないでしょうか。その頚部がですね非常にその頚椎の神経根ブロックが非常にエコーと親和性が高いんですよね。 非常に安全にできますし結構いい感じで効いてくれますのでそうなってくるとやっぱり腰椎もなんとかエコーでできないかと特に透視の設備を持ってらっしゃらない先生はですねなんとかこれがエコー外とかでできるといいのになというふうに思ってらっしゃる先生いっぱいいらっしゃると思います。ただその腰椎の場合ではですねケースと違ってちょっと,ちちょっとあの深いんですよね。でなおかつ その1番やりたいところ、一番頻度が高い。l5 の神経根がですね。やっぱりこのよいしょこの腸骨によって邪魔されて見えないんですよね。はい。しかも、ここら辺の周囲の骨なのは年とともにどん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 熱,き熱くなってきますので、投資家でもなかなか選手が難しい場合があります。言わんやエコーやという感じで、エコーガイド化のこのエルゴの神経根ブロックっていうのは？ そのいろんな先生がいろんな方法を試していらっしゃいますけどまだまだそのいい感じに確立はできてないなんじゃなないいかなというふうに思いますでえじゃあその変法としてはどんなことが行われているかっていうと例えばその一番整形外科の先生方がその神経根ブロックの代わりにやってらっしゃるのがおそらくえ仙骨肛かいブロックになるんじゃないかなあれごめんなさい画面が。というふうに思います。 であとはその我々麻酔科であれば腰部鋼膜下位ブロックですねあの仙骨劣魂からではなくてその腰椎の方から鋼膜下位句を狙ってブロックをしてあげるという方法があります。であとは例えばその考え方としては S 1の抗仙骨孔から鋼膜下位を通して L5 に。あの 薬液を投与するっていう考え方もできるんじゃないかなというふうにあります。これ多分ええごめんなさい妄想も妄想が始まっているということになりますけどね。ただそのいずれのアプローチもやっぱりその硬膜外薬を通してのアプローチなので、やっぱりそのいわゆるこの椎間孔のところですよね。そこを薬液が流れていかなければ十分にその神経根レベル、神経根、高根神経節レベルにですね薬液が広がらないんじゃないかなというふうな恐れがあると思います。実際その えっと肝臓臓なんて僕昔はよくやってたんですけど肝臓臓って言ってそのまあ主に仙骨裂孔からですけどねびゅとですねあの臓臓剤を投与するとビューっと臓臓剤が肝臓臓臓を駆け上がっていってですぐにですねスースースーっとそのまるでクリスマスツリーのようにですね神経孔の方に向かってですね臓臓剤がこう流れています。ただその椎間孔が狭いところだとそこだけですね臓臓剤がですねあの広がりがあのないんです。 全高慢マンからだけ一本だけその神経根がなくなってしまったかのようにこう増えされてこないんですねそうなってくるとやっぱりそのいくら高慢外訓に薬液をデリバリーしてもやっぱりその一番効かせたいところには効かないってことなんですねそうするとやっぱり何らかの形で外層側からアプローチができるといいなということになりますでこの間ですね僕ふと思ったんですけども腰神経層ブロックってありますよね腰腰神神経素あのの神経椎の 腰神経がですね、そのあの脊椎から出た後にですね、その大腰筋の筋腹と筋腹の間で,ですね、その大腰筋にはこう斜めで細くて短いあの筋腹と縦に長く重厚する太い筋腹がありますが。その筋腹の間をですね、腰神経束を通ってます。そこをこう腰神経束ブロックをしたり、そのまあ 大腰筋筋鋼ブロックなんていうふうふにおもおも呼ばれたりしますね大腰の筋と筋のあ溝のところを通るブロックするのに大腰筋筋甲ブロックをするしたりするときにふと思ったのがこの硫黄神経層ブロック薬液をいっぱい入れるとそのエルゴの神経根のレベルまでつながってるんじゃないかなというふうに思ったんですね。でそのアイディアをですね実はあの先日神戸のパク先生にですねその聞いてみたんですけれども。 メッセージをしてみたんですけれどもいや先生そこは層が違うっていうふうなお答えをいただきましたであそっか層が違うんだと思ってじゃあどこを通ってんのかなと思って自分でこういろいろ調べてみたんですそうするとですね大腰筋の後ろ側えっと腰神経層は大腰筋の筋腹の中ですね筋甲なんで筋腹と筋腹の間を通ってるんですけどその後ろ側の層が そのエルゴの。神経根の出口につながってるんじゃないかなっていうふうな。考えに至りました。で、これちょっとエコーで実際見ていきたいと思いますけれども。よいしょ。ちょっと。あの、ごめんなさいね。私、このおデブちゃんになっちゃったんで、ちょっと。腰を見せるのが <laughs>。ちょっと。皆さんに申し訳ない感じなんで、ちょっと。エコーの画面だけで、お楽しみいただければと思いますが。うん、と、ちょっと待ってね。 これが今日はエコの画面だけで,楽しみです右が下で左が上にします。そしてですね、ずっといくと、よしと、ここに出てきますね、はい。これ。今、おそらくこれが L4 の応読器で、これが L5 の応読器になると思います。よいしょ、代筋の表面が見えてこないなあ、見えてきました。はいここですねはい これが大 L4 の O と KL5、ね、の O と K 大腰筋の表面ということになります。で、陽神経ーはこの大腰筋の中を通っていきます。ブロックするときはもっと上のレベルでやりますね。2、3とか3、4のところでやります僕は僕はこのビューでやります。長軸でこう出しといて、平行方でぶっと刺していくって感じになりますけ,れど,もなりますけれども、そこは陽神ケーの通っている層なんですね。で この大腰筋のこの後面ですね、ここに、えー、この層のこのもっと微側側ですね、ここにエルゴの神経根が出てきてるんじゃないか、すなわちこの層と同じところにエルゴの神経根が出てきてるんじゃないかなと思います。で、この大腰筋の表面にはですね、おときレベルではですね、よいしょ、おときもうちょっとしっかり出しますか。大レベルではではすねこのの大腰筋表面に 凹凸肝筋という名前だったかなという薄い筋肉があってその凹凸肝筋と、えー、大腰筋です、ね、の間ここにですね凹凸肝じん帯かなじ靭帯がありますのでそこと大腰筋の間ですねここを狙うと L5 に入るんじゃないかこういうふうに平行方でスッと針を刺していって狙っていくのは このレイヤーです、ね、こ,こにこの今エルゴの応答器があってこの真ーにですね薬液をデリバリーすることができたらエルゴに届くんじゃないかなっていうふうな考えに至りました。